の写真集が3月12日に発売となります。今のお気持ちをお聞かせください。えっとまだ実感が湧かなくてドキドキしてます。初めてその水着とかあのちょっと今までやってこなかったことに挑戦しているので皆さんの反応がどうなんだろうっていうそのドキドキですね。そうですね。はい。発行タイトル 写真集ですがタイトルが「最初で最後」というちょっと何かあるのかなというのを思わせるような、はい、タイトルですけども <laughs> こちらをというタイトルにした理由っていうのはどういったことがあるんでしょうか、はい、もう本当にタイトルのそのままなんですけどもう最初で最後の気持ちでもうこの一冊に本気を込めて取り組みました。<laughs> えっと本作はソロデビュー10周年を記念した作品になりますがこう特にこだわった部分例えばこうお父さんの方から衣装やロケーションでご提案したことなどはありますかえっとそれこそなんか透明感ちょっと白っぽい感じあのなんか女性とかから見ても綺麗だなって思ってもらえるような透明感を作りたくてそれを提案しましたねなので結構撮影前もずっとパックとかいっぱいして美容とかも頑張りました。<laughs> 撮影で楽しかったこととか大変だったことっていうのはありましたかえっとやっぱり初めてその水着になるっていうことには最初ちょっと違和感があって本当に普段から海とかも行かないくらいそういう格好をしてこなかったのでそれその格好でしかもカメラの前ってなるとすごい緊張がありましたね。でもややっってていくうちにやっぱどんどんん慣れて カメラマンさんだったりスタッフさんがきれいっていっぱい言ってくれて調子に乗って <laughs> 楽ししくできました先ほど見せていただいたこちらのお気に入りカットですね、はいはい、これをお気に入りに選んだ理由は何かありますかえっと感じてないと嬉しいんですけど実はこの時めっちゃ寒かったんですよ。それを感じさせない1枚にできたかなとは思っていまして本当にめっちゃ寒かったです。 で格好もちょっとお腹が出ていて短パンでみたいな感じで寒さを耐えてしかもやっぱり夕日っていうのが本当この瞬間でしかないなんかいろいろなタイミングが重なって撮れた奇跡の一枚かなと思ってるのでお気に入りですあの。先ほどお話にあった水着なんですけども、はいはい、ご自身で仕上がったご自身の水着の写真を見てどのように感じましたかそそうでですねでもなんか思ったよりその 大胆な感じになったらちょっと恥ずかしいなって思ったんですけど本当に自分で言うのもあれですけど健康的ななんかヘルシーな感じににっってていいたただけたのですごい気に入ってますご気入ま先ほど1枚ご紹介していただきましたけども、はい、まあ写真集全体を通してなんかここが漏れてるなとか、うん、なんか自分でここを見てほしいみたいなおすすめのところ、はい、でもやっぱりあの自然光に当たってるページが結構多めにあるんですけれどもそのこだわった透明感とかがより際立ってるかなって思うので。 自然光、当たってる部分、注目してほしいです。普段から水着はあまり着られないということですか、はい、何か体作りとか。たえー、っと、結構、それこそ、歌ったり、ライブしてるだけでも。お腹使ったりするので、いつも以上に歌ってました。歌トレ。そうですね、歌トレが一番です。いすはい。すみません、今後の抱負を教えてください。はい。 えっとまあ、その10周年を無事に迎えられたんですけれどももうこの先15周年20周年30周年40周年とずっと歌い続けられたらなと思いますその先にまた水着が着る機会があるかはわからないです。